次男画坊2代目店主長谷川です。いつもありがとうございます。気になったニュースを、チェック。昨日のニュースだと思うんですけどね。これ速報でもね、テレビとかで流れたみたいですけど、上野のパンダのシンシンが、出産して、ね、赤ちゃんパンダが生まれたという明るいニュースが、昨日ありましたね。赤ちゃんパンダ。まあ、確か前回生まれた時は途中でね、赤ちゃんパンダ死んじゃったような記憶があるんですけど、どうでしたかね。今回は無事大きく育ってくれるといいですね。パンダ可愛いですもんね、で、なんかこのニュース意外と中国でもね、嬉しいニュースということで、報道されてるみたいです。ね、日中間ちょっとね、あんまりいい関係ではないので、こういう明るいニュースはいいですね。はい。時短が長谷川でした。ありがとうございました。